関戸本古今週関戸本古今和歌集は、名古屋の合商祖宝家関戸家に伝来する古今和歌集の例本。関戸家所像の冊子本と書家像の段階数十点ほどが確認されている。著者は11世紀後半か。伝承筆者は藤原光勢。平安古筆の代表的遺品の一つで、書家に人気の高い人品。現存するものが、 古今集の各館にわたることから、元は全20巻を上下2冊に調べじたものと考えられる。江戸時代初期には中野院道村による奥書きから1冊48兆となっていたことがわかり、さらに明治時代に関時計が所蔵後、1952年に切断分割されたため、現在は27兆分の冊子として残る。他に道村の時代以前に切られた、 断冠数枚が初夏に伝存する。想定は列長層。漁師は鳥の子髪、白紙の他に紫、藍、茶、木、緑などの染め髪。濃淡を組み合わせ、運原彩色の効果を勘案しているか。現存するものでは、衛生文古像と伊つ王美術館像の2枚の断冠のみ、金銀箔を散らした装飾漁師が用いられている。 江戸時代に、いくつかの模刻や模本が作られており、当時から人気があったようだ。巻1.3、4、11、12、14、15、20。関時、け、所蔵礼本巻末に損する。この一条48枚車券大納言業、成形戚石麦廃所猛歌賞、秋行氏のみ全内称を不言このことから、この2枚の段階が、関戸本でない可能性も考えられる。 ありがとうございます。